はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、二の腕痩せをしていきましょう。座ったままで OK です。携帯は足元に置いて見ながらやっていきましょう。はい、準備をしていきましょう。まずはあぐらをかいて、両手を横に水平に伸ばして手をねじっていきます。できるだけ両手遠いところに手を伸ばしてください。上腕二頭筋、三頭筋をしっかりひねってください。この部分が筋肉固まってしまうと、筋肉がもっこりしてですね、二の腕が細くなりにくくなりますので、しっかり両方とも同じようにひねってストレッチして伸ばしてください。体はリラックスしてやっていきましょう。あと15秒です。遠いところに手を伸ばしてください。呼吸はリラックスで OK です。5、4、3、2、1。はい、休憩です。肩が少しだるくなると思うので、肩をぐるぐる回してリラックスしてください。はい、今度は手を大きく前後ろと回していきます。二の腕、上腕三頭筋と一緒に肩甲骨、肩周りをストレッチしていきます。動きのスピードは速すぎず遅すぎず、見ながら真似してやってください。背筋をしっかり伸ばして、手を大きく回していきます。肩甲骨ぐりぐり回していきましょう。肩が凝るとですね、どうしてもやっぱり二の腕も緊張してしまいますので、二の腕がむくまないように、しっかり肩も動かしていきましょう。あと少しです。5、4、3、2、1。はい、休憩です。肩しっかり疲れてくると思うので、肩もしっかり楽にしてください。首をぐるぐる回して、首が疲れた方は回してください。いきましょう。今度は手を水平に持ち上げたら、しっかり後ろに引っ張ります。しっかり上腕二頭筋、肩甲骨を動かしてください。二の腕をしっかり引っ張られてる感じがわかるでしょうか。横や後ろに物がないようなところでやってください。しっかり肘が曲がらないようにしっかり伸ばしてください。あと少しです。パソコンやったりする人は上腕二頭筋がしっかり凝ってますから、しっかり伸ばす必要があります。少しです。はい、休みましょう。ちょっと私は腰が痛いので腰を振ります。今度は前腕を伸ばしていきます。はい、行きましょう。手首が痛くならないようにですね、力を入れすぎず少し前腕が伸ばされる感覚で OK です。ペースはマイペースで行ってください。あんまり手首をねストレッチしない方はちょっと痛いと思うので、無理しないようにしてください。肘はしっかり伸ばして行ってください。結構エクササイズをしている女性は強く握る癖があるので、前腕のストレッチ結構大事です。前腕の筋肉がモコッとしているとですね、筋肉質な腕に見られてしまうので、しっかりストレッチをしていきましょう。あと少しです。はい、休憩です。しっかり休んでください。今度はラジオ体操にあるようなストレッチの種目です。今度は肩と脇腹を伸ばしていきます。肘が少し曲がってしまうかもしれませんけども、できるだけ手を伸ばしてください。遠いところに手を伸ばす感じです。筋肉をしっかり引っ張ることで、細く長くしなやかな二の腕になります。体が前や後ろに倒れないようにしっかり真横を意識してください。できるだけ遠いところに手を伸ばす感じです。あと少しです。息しっかり吐きながら行っていきましょう。
はい、休憩です。今度は肘を曲げた状態で肩をぐるぐる回します。前拳体操みたいな感じですね。肘で円を描く感じでぐる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 回していきましょう。少し速いペースで動かしてますけども、ゆっくりでも OK です。しっかり大きく回すことがポイントです。肩、肩甲骨、ぐり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 回してください。しっかり肘を後ろに引っ張ってから前に持ってきてください。丸が大きい方がいいです。肩結構だるくなります。頑張っていきましょう。あと少しです。肩がだいぶだるくなってきました。もう少しです。はい、休憩です。今度は左右対称、斜めに手を伸ばして、手をねじりながら手を後ろに引っ張ってください。しっかり手をねじりながら遠いところに手を伸ばしてください。しっかり手を引っ張ることで筋肉が長くなります。長くなるとですね、むくみにくい手になって二の腕もすっきりしますので、しっかり遠くに引っ張ってください。簡単ですがしっかり伸ばされてます。あと少しです。あと5秒。はい、休憩です。肩が少しだるくなってると思うので、しっかり肩を持ち上げてストンと落とす感じで、今度は肩をストレッチしていきましょう。しっかり肩を力強く持ち上げて一気にドンと落とします。ドンドンと落とします。腕もしっかりブランブラーンとなるぐらい腕の力も抜いてください。しっかり持ち上げたら一気に落とします。これで肩こりがすごい改善されます。腕はリラックスしてブラブラになってる状態です。少しです。一気に上げたら一気に落とす。あと5秒。4 3 2 1。はい、休憩です。あと少しです。頑張っていきましょう。体がだいぶ温まってきましたよね。この動的ストレッチしっかり伸ばされるので頑張っていきましょう。今度は手をパーにしてしっかり遠くに伸ばす感じです。パーにして手を遠くに投げる感じです。これで肩甲骨、あとは腕をしっかりストレッチしましょう。肩の高さに手を伸ばして手を向こうに投げる感じです。ポイッ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 と投げる感じです。しっかり肩甲骨もストレッチされます。あと少しです。だいぶ汗ばんできたと思います。あともう一種目ですので頑張っていきましょう。3 2 1。はい、休憩です。ラスト、今度はグーにした状態で手首をひねりながら遠くに手を伸ばします。できるだけ遠くに手を伸ばします。はい、最後の種目頑張っていきましょう。1 2 1 2 1 2。そういう感じです。あと少しです。親指が下に来るぐらいですね。しっかり手首をひねって、前腕二の腕、上腕三頭筋しっかり伸ばしていきましょう。伸ばせば伸ばすほど二の腕がすっきりして細くなります。あと少し頑張っていこう。このストレッチはですね、エクササイズの前なんかに行うのも効果的です。体をしっかり温めることができます。あと少し
OK。 お疲れ様でした。二の腕と肩こり変わってきたと思います。しっかり肩甲骨もほぐれてますので肩が軽いと思います。ぜひ何度も見ながらやっていきましょう。今回は肩こり二の腕痩せの動的ストレッチでした。ご視聴ありがとうございました。